皆さんこんにちは、ワネルギルビジです。今回は紺碧の艦隊スーパーファミコン版の続きをプレイしていきたいと思います。前回はパナマ運河を再度攻撃して、これをまた使用不可能に追い込むという作戦を行いました。今回はその続きになります。まず余剰予算の運用から始めていきましょう。新兵器の開発、現時点でできるものはありませんので、経済投資に全額回します。2億6000万手元にありますので、まあ、7500万ぐらいずつですね、均等に割り振っていきたいと思います。ではステージの方に入っていきましょう。原爆製造阻止幻月作戦。作戦の指令を発表。高杉艦隊は引き続き海域にとどまり、パナマの軍施設を夜間砲撃戦にて殲滅。近海を警戒中の米軍艦船は発見次第これを撃破されたい。重要な戦略拠点についての説明です。パナマの湾口施設は航空攻撃によって壊滅状態であるが、さらにこれを破壊してもらいたい。まあ、前回の作戦で湾口施設は爆撃で破壊したんですが、これをさらに徹底してもらいたいという内容ですかね。続いて新兵器、日本軍とアメリカ軍のそれぞれの報告があるんですが、新しいものはお互いにないと思いますので、マップの方に移っていきたいと思います。マップに入りました。高杉艦隊ですね。まずは、敵味方の配置から確認していきましょう。高杉艦隊がこちらです。空母赤城。ここに、軍式の春蘭が16編成で3ユニット搭載されています。続いて、戦艦の方ですが、比叡と霧島です。比叡には、三八弾が、一発、武装として用意されています。巡洋艦隊。こちらも61センチの三素魚雷、4発。これが、最も火力の高い攻撃になるかなと思います。水雷戦隊の方ですね。こっちも61センチの三素魚雷。これを武装として持っています。続いて敵の方を確認しておきましょう。高杉艦隊の上側ですね。こちらの方に沿岸防衛艦隊という形で、巡洋艦隊ですね。20センチの三連装砲が射程5。一番射程の長い武装をね、ちゃんと確認しておきます。こんな感じですね。続いて、残っていたパナマの軍港と飛行場ですね。こちらの方には B24Z 爆撃機、4機編成が4ユニット用意されてますね。すでに飛び立っているものとして B17Z 爆撃機、こちらには多弾ロケット弾、射程が2あるので気をつけたいと思います。現状の敵味方のユニット配置はご覧のような状態です。 OVA の中でもね、この作戦はロスアラモスの方に爆竜を向かわせて爆撃する、まあ、その陽動作戦として行われていたと思います。では舞台を展開しつつ時間を進めていきましょう。まずは春蘭を前期発進しましょう。敵の航空兵力に対してこの春蘭で対処する必要があるかなと思いますね。で、春蘭の方は、ロケット弾。これは空対空ロケット弾になりますが、それ以外の武装も250キロの爆弾持ってるので、
敵の駆逐艦ぐらいだったらある程度ダメージ取れそうですね。敵の航空機、爆撃機が迫ってくるまで少し距離があるので、風式の春蘭は、まあ、250キロの爆弾を落としちゃいましょう、敵の艦隊に。まあ、本来だったらね、爆弾、積んでる方が、機動力が落ちるので、まあ、さっさと使っちゃいたいっていうのもあると思うんですよね。まあ、このゲームの中ではおそらく爆弾の有無で、運動性が変わるみたいなパラメーターの動きはないと思うんですが、敵の航空機が近寄ってくるまで時間がありそうなので、敵艦隊に250キロの爆弾を瞬間で落としていきます。そこからですね、だから。まずは確実に、爆弾を落としてから低高度で入っていきましょう。これ水蒸気なので、いわゆる急降下爆撃、高高度から一気に敵の艦船に向かって急降下しながら爆弾を落とす急降下爆撃はできないので、低高度から入って確実に爆弾をヒットさせていきます。ちょっと距離的に届かない人がいるな。もったいないですけど、しょうがないですね。どうしようかな。確実に1ユニット破壊するのがいいか、それともダメージだけ取っておくのがいいのか。ダメージだけ取りましょう。なので先ほど当てた沿岸防衛艦隊とは別の沿岸防衛艦隊のユニットに攻撃を仕掛けます。これ夜間の戦いだと思うんですけども、それでしっかり爆弾が出てきて、春蘭の性能なのかパイロットなのか相当優秀ですよね。ではあまり近づきすぎると敵の魚雷の反撃を受けてしまうと思うので、魚雷による反撃を受けないように距離を取りながら攻撃を開始します。魚雷も当てていきましょう。空母だけ沈められると痛いので、確実に空母は距離を取るようにします。一発も当たらなかったのか。ちょっと誤算だな。敵の反撃受けますね、これ。あ、しょうがないので、反撃はしのぎます。この沿岸防衛艦隊との交戦が一番タフな戦いになりそうだな。敵の巡洋艦からの魚雷と、これ、攻撃両方かな。攻撃受けましたね。春蘭の方は一度下げます。まだ爆撃機 B17、だいぶ距離があるので、一度赤城に着艦をして爆弾を補充します。そうすればもううまくいけばもう一回敵に攻撃加えられるかなと思う。そこで攻撃当てられればまた有利に戦えるかなと思います。まずは確実に1ユニット破壊を目指しましょう。取り逃した分は先ほど爆弾を落とせなかった瞬間で
爆撃しまーす。まずは、駆逐艦のユニット破壊完了でーす。ここにいるのが巡洋艦なんですよね。これをどう仕留めるかだなー。なんとか魚雷を敵の攻撃のレンジ外から当てて、戦闘不能状態にしたいですね。巡洋艦、2隻を撃沈できたのが大きいな。これで敵の沿岸防衛艦隊の排除はある程度目処が立ちましたので、この後はB17 に備えたいと思います。これで駆逐艦のユニットも破壊完了です。残っているのが巡洋艦なので、これも、このターンで撃滅しちゃいましょう。で、B17 が迫ってきてますので、距離感を測りながら、3発弾を撃つタイミングを見計らっていきます。春蘭3ユニットで壁を作っていたんですけど、まあ、敵の B17 と戦闘状態に入りましたので、ね、うまくすれば3発弾を温存して、敵の爆撃機を撃墜完了できるかもしれないですね。ロケット弾の残弾が4っていうのがね、本当に大きいんですよね。では、空対空ロケット弾を打ち込んでいきます。確実に B17 を落とせますね。では、このまま。三発弾は温存して、春蘭の空対空戦闘で、敵爆撃機を撃墜していきましょう。これでこのマップ上のアメリカ軍の全航空兵力叩き落としました。あとは、湾口施設。そして、すでに基地の航空隊は壊滅してますが、この飛行場。この2つの破壊を行っていきます。250キロの爆弾しか積んでないので、まあ、1回では破壊が完了できないかなと思うんですが、攻撃を春蘭で行っていきます。何回攻撃しなきゃいけないかですよね。半分ぐらい削れたので、2回攻撃すればなんとか、まあ、ものになるかなっていうところですね。では、同じ要領で攻撃していきます。艦砲射撃のレンジ内に入ってきましたので、春蘭の爆撃以外にも、艦砲射撃でもダメージ取っていきます。微々たるものではありますけど、爆撃、まあ艦砲射撃もおそらくそうなんでしょうが、攻撃による、まあ、ダメージの総数がですね、おそらくランダムだと思うので、一定の幅がある中でのランダムだと思うので、まあ、ちょっとでもダメージ取っておくに越したことはないかなというふうに思っています。なので、艦砲射撃もしっかりやっていきましょう。艦砲射撃によって、まず湾口施設の破壊が完了できそうですね。
そしたら残ってる飛行場に春蘭を向かわせます。飛行場の爆撃でーす。どうかな？半分にはちょっと届かなかったので、次の春蘭の攻撃で破壊が完了するかどうか、ちょっと微妙な数値ですね。運が良ければ破壊完了するし、運が悪かったら、まあもう一ターンかかりそうな。微妙なダメージが残ってますね。では次のターン、艦砲射撃で決着つけていきましょう。はい、これで飛行場の破壊も完了です。航空機3機喪失ですね、敵の反撃によるものです。アメリカ軍の方は攻撃目標、攻略目標すべて殲滅済みという状態です。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。